はい、開く時間が違うだろう皆さんプロレスの話が聞きたいと思うので どうなんでしょう、はい、ライブさんの中で一番印象に残ってる試合って何の試合でしたか？いや、一番試合で、それはやっぱりあの缶切りなんだよね。これね、これはまだ本当に発表しちゃダメだし、何も言っちゃダメなんだけど、はい、本当にこれは内緒なんだけどね、はい、チコさんとの缶切りマッチが一番、一番の自分はやっぱり思い出に残る試合かな。それも、はい、会社に頭に来てて、はい、もう凶器を絶対今日は使わない。会社に対して、うん、会社に対して凶器も使わない、凶器使わないで今日試合やろう。それいいこと、いいことじゃない、ね、いいことなんですよ。そしたら会社の人が頼むから凶器使ってくれどういうやり取りなんだこれ。ギャラ上げてあげるから、頼むから、はい、暴れてくれって言われて、はい、暴れました。すごい。それダンプさん的には狂気使わないでやりたいっていうのは、うん、もう本当にプロレスとし、プロレスリンクとしてやりたかったと思うの。うん、会社に頭に来て、ね、頭に来て、ああなるほど、そこでちょっと反発で、あ、自分はもう無格闘技を作る時にはもうデビルさんとは違う、はい、デビル軍団とか、はい、だからブラック軍団とか違うふうにやって、はい、何しろ凶器使って暴れてればいいからって言われてきてるから、はい、それやってて、はい、でも使わない時もテレビ撮りで1回だけ使わない時もあったのかな、それは、おかしいですねって言われて、しのぶさんに、あ、しのぶさんが確かに思いますよね、今日はおかしいですね、使わないですね、あれだって引退したんじゃないかとか、なるほど、使わないとやっぱり会社は困るんだと思って、そうですよね、でもうやらないって言った時に みんなでお願いします、暴れてください、お願いします、暴れてください、で、給料も上がったんや、給料も上がるってことです、それは1試合のギャラが上がると思います。そうちゃんとでも結果的にいい交渉になったと思うんですね。そうですね。交渉だったね。交渉の仕方が悪いなんて。だからね、もうこれからあの市内とか、はい、もう会社持ちでだったから、一切自分では買ってないし、はい、みんなでね、やった影武者の格好を、影武者っていうのやってたから、ね、覆、はい、面株のマスクとかそういうの、すべて極悪同盟のものは、会社が払うっていう、はい、約束をして。すごい交渉率。すごいっすね。それだけダンプさんっていうブランドがやっぱ全場にとってはもうものすごい大事だったんですね。じゃあ今日は狂気使わないって言えばいい。それでももっともらってもよかったはずですよね、絶対。本当よ。ルーちゃんは何の試合？私ですか？ルーちゃんはいっぱいあるからね。ベルトもいっぱい持ってるし、これね、本当にね、女子プロ、これいつも思うんだけど、はい、プロレス界でさ、あの、カットね。私がナンバーワン、ナンバーワンって言うと、とかいるわけで。ナンバーワンってアドレスだったりとかして、はい、で、けど、一番本当にブルちゃんだと思うんだよね。あ、ダンプさんから見てナンバーワンです。見て、まあいろんなと、だってマディソンだって上がってるんだよ。そうですよね。で、いろんなところの外国のところに行ってもベルトも持ってるし、はい、チャンピオンもなってるしね、はい、国門島でもやってたし ねって言って、はい、それは本当にすごいと思う。だから女帝っていうのは古中直だと自分は思ってる。 ありがとうございます。なんか今日使えるところだけ使ってね。、うん、そのいいことを言ったところは使って。それは本当に思う。互角同盟の中でもね、はい、今ね、2人で仕事やってるでしょ、はい、だからさ、あの獄門島だと一番トップなわけ、ね、はい、そうですね。だから下が何でもやってくれるわけ、はい、何もやらなくていいの、はい、ただ極悪同盟になっちゃうと自分がいるから下になっちゃうわけでしょ、はい、そうするとやっぱり何でも
やらなくちゃならやらなくてもいい立場なのに、はい、やらなくちゃなんなくなっちゃう。でもやっぱあの頃思い出すんじゃない？それはずっと変わらないそれが昔と変わらずにっていうか昔以上に誰よりもやっぱり気が利くし、はい、何でも分かるっていうか、これはねすごいなと思う、うん、これはよく下の子にも言うんだけどね、はい、うん、本当に何でもガンブルちゃんを見習った方がいいよっていうことはよく言う、うん、だからあの久々にセコンド使う時あったじゃないですか、はい、あの時もなんかこうでも自分からロープ上げに行ったりとかなんかもう、うん、すごい動きがあるんだって手でこうやってやれば何やこう振りすれば何やみたいな。あ、もうダンプさんは自分ではなんとなく意識はしてない。いやいや分かんないのよ。持ち方とかなんかあるみたいで、こうやって。あ、もうそれ全部黒さんは把握して。あ、でも平均的ですよね。はい、平均的には。うわぁ。これだと必ずすぐしないとパーンってくるし。はい。ちゃんとこうやってこないで、ちゃんとこっちで持てるようによこすしね。あー、なるほど。うん。そこはもうガチャガチャしないようになってるんですね。そうそう。フォークだって、はい、自分が痛い方を持ってパッて寄れば、自分がパッて握れる。はいはいはい。で、痛い方をさせるでしょ、はい。すごい会話ですね。こうやって回さなくてさせる。パッてパッてこうやってくれるよ。でもなんかそれは、あの初めの頃はやっぱしあのできなかったんで怒られたりとかしたんですけど、はい、その試合を見ているうちにダンプさんの試合の流れで高校で今これを使いたいんだろうなとかっていうのを勉強させてもらった、はい、だからダンプさんの動きでもう全部分かるようになって、はい、それを多分そういうふうにあのそれができないんだよ、だからみんな、ね、ああ他に必ずしも全員ができるわけじゃないですもんね。そうそうそう、そう他にも結婚もいっぱいいたわけじゃない、ムル、はい、ちゃんが忙しかったわけだから、はい、みんなまあ目が悪かったかもしれないそれが一番だったまあたぶん成長運行渡されてないですよねフォークくれって言ってんのに鉄パイプをよくされたりフォークからなんか鉄パイプよくされたりね、あ鉄パイプくれって言ったら水くれたりとかね俺今水飲むかって水渡されることあるんですか水渡水分補給してほしかったかもしれないそういう使い方ばっかりでねそういうのいつも殴られてて、やっぱりそうなんですね。いや、ムルちゃんはそれが未だにトップになってるんだからもう忘れがちだし忘れちゃうし、その時のことは今のほらね自分のことがあるから、そんなのに今一緒に行ってもねすごいのよ。そんでこの間もね鳥取はいブルちゃんがもう取ってきてくれたお仕事マネージャー兼マネージャーでもある一緒に飛行機乗って行ったので、自分はさ冷たいものを、寒い時に冷たいものをビール以外、はい、ビールはカンカンに冷たいやつなんですけど、それ以外はあのすぐお腹痛くなっちゃうから冷たいの飲みたくても我慢して、はい、あまり飲まないの、はい、コーヒー飲むとトイレ行きたくなっちゃうから、大丈夫ですか飛行機乗ると必ずコンソメスープを飲んで、はいはいはい、これはもう昔からなんだけど、はい、それを飲んでたのよ、いつも帰りも、はい、そしたらさ、コンソメスープが好きだったの知らないかったんです、コンソメスープですって言って、はい、その飛行機のコンソメスープを送ってくれたんです、はい、あのコンソメスープで、うん、で、あのスチャーリーさんが何がいいですかって言って一回のコンソメスープで、はい、でまた来た時にもう一回行ったんですよ、はい、でそしたらその食事の中に他のスープが入ってますよって言われちゃってじゃあ違うのでいいですって言ったんですね、はい、でも帰りもまたコンソメスープでコンソメスープ美味しいよ、美味しいって美味しい、確かに美味しいよね、それを送ってくれるのも考えられるよ。いやそれはなかなかできないですね。送ってくれたら何が来たんだろうと思ったらコンソメスープが入っててわざわざ取り寄せてくれたんだとかさ、 あとな、なんだ、清水屋のね、パン、はい、清水屋のパン、オープンクリームパンね、はい、美味しいね、これ本当初めて食べたの、はい、冷凍の生クリームが入ってる、はい、美味しいねって知ったら10日後ぐらいまた送られてきたんです、何よ今日は。すごいのよ。ねえ。聞き方がね、飛んで飛行機の時にさ、はい、
スリッパが入ってるんでしょ、はいはいはい、それスリッパいいですもらっていいですかって言うから、はい、あうちです使うのかなと思ったら、外パパって履くときいいでしょ、だから、あ、いいよ、自分履かないからってあげたの。おうおうおう、そしたら控え室行ったらさ、靴だと疲れちゃうんでスリップどうぞって。すごくない？すごいっすね。すごいよね。鳥肌ビンビンなんだよ。鳥肌ビンビン。いつもスーツケースの中にスリップ入ってるんですよ、使い捨て用のやつ、だけどたまたまその時ビジネスかなんかの席だったんで、飛行機が、だから前に入ってて、はい、で自分のもらって、はい、でスタッフさんのもいただいて、はい、で控え室出したっていう。そうでしょう。今時一人もいないよ、今まででそういう人。なかなかでもそこまで気遣う人いないですよね。いないよ、スリッパで頭叩くぐらい。